いつも応援してくれているファン、サポーターの皆さん、こんにちは。最近みんなと会えないことはとても寂しいです。でも心配しないで、みんなでこの困難を乗り越えましょう。家でもピッチでも心はいつも一緒です。今僕たちもウイルスに警戒して、みんなと同じようにできる限り家にいて外に出ないようにしています。僕たちはウイルスに勝つ。またみんなに会える。みんなで頑張ろうよ。みんなにお願いがあります。今回のコロナウイルスは誰のせいでもありません。どこの国にもどの人種にも責任はありません。差別や偏見は絶対にやめましょう。この世界が一つになることが僕らの日常を取り戻す唯一の方法です。約束してほしい。みんな元気でいること、差別や偏見を持たないこと、僕たちも約束する。スタジアムで僕たちが全力でプレーをしてみんなと喜びを分かち合うこと。元気でまたすぐ会おう。大好きなみんな、一緒に頑張ろう。